和田彦次郎日本大博覧会事務総長、和田彦次郎昭和14年7月12日は、日本の衆議院議員、農商務官僚、貴族院直選議員。肖像らい、君位等。墓所は、永平寺東京別院長谷寺。貧乏国二見郡三坂村出身。明治三年、和田村の豪農和田氏の養子となった。 広島の選挙者という英語学校で学んだ後、神戸に出て、英米人について学んだ。明治13年、大阪で、中島信之、古沢茂、河津博之、草間清吉らと共に、国会規制同盟結成に参加し、日本立憲政党新聞の発行に当たった。明治25年、第二回衆議院議員総選挙に、国民協会から出馬し、当選。以後、 第8回衆議院議員総選挙まで7回連続当選を果たした。明治31年、議員在職のまま農商務省農務局長に就任。明治36年5月、商工局長に転任。さらに9月に農商務総務長官に承認した。明治40年に次官を退任した後は、日本大博覧会事務総長、日英博覧会事務官長を歴任した。 明治44年、貴族院議員に直線。死去するまでその職にあった。また、芸美鉄道創設時の社長を務めた。ありがとうございます。